回はワンアウトを取った後ヒットを打たれ、住谷にヒットをうまく打たれ、金子雄二がダイソーで出てすぐに盗塁を決めました。その後ツーアウトまで行ったんですが、脇や大崎にフォアボールを与え、ツーアウトフルベース。あとアウト1つという状況ではあるんですが、バッター栗山を迎えます。栗山がファーストストライクから触れるかどうかですよね、はい、ボールにはしたくないですもんね最初は、満塁の状況ですからね、はい、栗山も振ってきましたが、はい、空振り153キロ。結果的には五分五分なんですよね、はい、バッターもやっぱり緊張してるわけですから、見逃せばボールですけどね、はい、もうストレートと分かって打ってても、自分のボールをもう信じていきたい澤部。またちょっと首を振ってからうなずきました。次もまっすぐ、フォークを投げれるような状態じゃないですもんね、はい、ですね、あとあの外をこれ外れてるのコースを別に狙ってるわけじゃないん、ね、うん、まあ、ある程度真ん中近くは投げてるんでしょうけどね、ストライクを突きで先行させたい澤部。満塁わずか1点差、トライク、さあ追い込んだ。まあ、これフォークを使い切れるかですよね、まあ、そうキャッチャーの勇気と判断でしょうけれど、使えればかなりの確率で、まあね、ただピッチャーにもね大きな負担がかかりますからね、もしもということもあります。なんだかこういう首振ってるシーンが多いですよね、これだけ首振り、まあ球種が少ないですからね、元に戻ったりとか、まあ、あえて振ってるところもあるかもしれませんが、はい、あとはコースを、ね、変えたりとか、サーボンボー2ストライク、実際に2種類と思えばいいわけですからね、追い込んでまっすぐ151キロ外れて2-2。今のところでフォーク使えないってことはもうストレートでしょうね、この後も、はい、満塁ですから、もう 3-2 というフルカウントにはしたくないですかね。これは厳しいですからね、次が勝負ですね、はい、投げるんであれば今のカウントだったんでしょうけどね、今のカウントですとまだ余裕がちょっとあったんですね。そういうことですよね、バッターもやはりそういう頭で待つという、まあね、冷静に考えれば、もう外のストレートかなっていうふうに考える方が無難でしょうね、さあ2-2、勝負の1球、落としてきた、ここで落とした澤部、空振り三振。これはもうキャッチャーの勝ちですよね、やっぱり勇気があるというね、ここでフォークを使ってきました、3-2、フォークス勝ちました。最後はもう内川もドキドキだったようですが、はい、あの中田が投げ終わって五十嵐がピンチを作って、はい、で西武もですから考えるとチャンス、勝ち越しチャンスは何度かあったんですよね。あったわけですからね、その中で最初7回を、の大ピンチを森福が抑えた、まあ、あの試合の中で、ね、あの本当にヒーローというのはもう森福、実際のはもう井手穂でしょうけどね、ホームラン打ちましたから。